の生徒さんの関西地方への修学旅行なんですよ。あれ、いつものコンビもいますよ。なんであたいたちは屋根の上なんだよ。でも黒見様、大阪着いたらうまいたこ焼きが食えるじゃん。たこ焼きじゃないだろこの観光。せこいぜ。せこくて結構。え、幼稚園の時に別れた男の子に会う約束なの？うん、大阪でな。それってマナの初恋の相手？ちゃうちゃう、そんなんやのうて、ただの幼馴染みや。どんな男の子なの？どんな？吉本通るっちゅう、ただのやんちゃなやっちゃけど。俺はトラーズの兵士になってる。トール決まってる。うちがついてるで。やっぱりマッチョなのその子。どうやろ、野球やってるはずやけど。何年ぶりに会うの？9年ぶりかな。とにかく自由時間に道頓堀の橋の上で待ち合わせて、日本一うまいたこ焼きを一緒に食べる約束なんや。え、日本一美味しいたこ焼き？たこ焼き。ああ、トールの家大阪一うまいたこ焼き屋さんやね。大阪一っちゅうことは日本一ってことやからな。私たちも食べたい。おー、ええで、一緒に来ても。やったやった。お前には言うとらん。はーい、大阪に到着。右に見えますのが大阪城でございます。兄ちゃん、もうちょい負けてえな。こっちも買うさかいに。あれ、何してるの？大阪名物ねぎり倒しや。ロンドンみたい。イケてるじゃん。え、ロンドンでもねぎるの？当たり前じゃん。かっこいい。左に見えますのが通天閣でございます。これ古いサイズって書いてあるのに赤いやん。小さすぎるわ。ストッキングの試着？まあそういうこともあるかな。かっこいい。ここが御堂筋でございます。うん、派手。氷山柄だね。イエーイ、かっこいい。パンクだぜ。これから自由行動に入りますが、必ず5時にはここへ戻ってくること。いいですね。わーい。大阪ランドってかっこいいおばさんの国なのね。ここが道頓堀の恵比寿橋か。マイメロ、テレビで見たことあるよ。この活気あふれる雰囲気をポエムにしたいわ。マナ、トール君はいないの？時間通りやけど、まだ来てないんかな。あ、なんやねん。マナちゃんやな。誰や、あんた。誰やって、トールなんやな。そんなトールは知らんわ。うちが探してるトールは。トール！久しぶりやな。マナちゃん、元気やった？うっそー、そんなアホな。あなたがトール君なの？吉本トール言います。よろしくな。あ、かわいいやないかな。ごっつかわいいやないかな。あ、動くんやな。ちょっと抱かしてほしいやな。ダメよ。しゃべったりもするやな。ごっつええやな。これだれ。あんた、なんでこんな姿になってしまった。うちだのやつだと忘れてしまったんか。きついんやな。9年ぶりやのにな。それより僕にそのぬいぐるみプレゼントしてくれへんかな。涼しいのはおばちゃんだけじゃないの？マイメロはただのぬいぐるみじゃないの？マイメロちゃんって言うんやな。なんかこの人白山くんみたい。マイメロちゃん好きだったな。白山が負けてんのとちゃうのんか。あの頃のトールはどこ行ったんや。
タコトラタコトラと。すっげえ最近でクールな街だな、このどんどん堀って。名前がロンドンに似てるから英語しか使えないかと思ったら、みんな大阪弁使ってやんの。当たり前ぞな、ここはどんどん堀じゃなくて道頓堀ぞな。そんなことより日本一うまいたこ焼き屋ってまだか。そうだよバカ、大阪着いたらうまいたこ焼き食べれるって言ったのお前だろが。グローブ集めに行くんだって怒ったのは黒目様ぞな。うっさいんだよ、あの人からさっさとたこ焼き食べさせろ。これタコが、タコじゃなくてバンコさんだよ。新幹線の屋根にかかってやったのに。これあった。え、閉まっとる。またかいな。マイメロ。あら、ジュウ君。ん？なんだ、君たちもたこ焼き食べに来たの？ん？たこ焼き？たこ焼き！お前のその腐った根性、うちが叩き直してやる！あ？タコトラが閉まっとる。どこでうちを怒らす気や？たこ焼き壊してくれる言うたやろ！違うんや、マナちゃん。あれが原因なんやな。のトンドーカン、大阪トラーズの大ファンで応援団長なんやな。あ、トラーズ負けてるわよ。え、7連敗中やのにまたか。このままやと最下位や。そうなんやな。それで勝つまで店開けん言うて甲子園球場に行きっぱなしなんやな。ってことはトラーズが勝たないとたこ焼きが食べられないってこと？クラミちゃん、座敷わらし。なんでお前らまでここにおるんや。なんでもいいからさっさとたこ焼きを食べさせろい。お腹が空いてクラクラなんだよ。すまんな、トラーズさえおらんかったら。なんでや、昔はトラーズの選手になる言うとったのに。あ、トールのおとんとおかんや。かわいい。すげえ、ブルーピー。あれで僕は野球まで嫌いになってしもうたんやな。おとんとおかんの夢はトラーズが優勝することだけで、僕のことはどうでもええんやな。うちの夢はあんたが立派なトラーズの選手になってくれることやったのに。僕の夢はおとんとおかんが真面目に仕事をしてくれることなんやな。なんだか急に夢がいっぱいネギをしょって向こうから来たぞな。それを言うならタコしょってだろ。誰の夢が開くかわかんないけど、あたいに任せな。クロミやめて。あら、お前らここにいたのか。この近くにさ、日本一のたこ焼き屋が開け、夢の扉。舐めたばったらだな。
上派手投手第1球投げた。I know who you are and I know why you can make 5 feet in the air and catch a frisbee with your teeth. I know why you have a purple bunny backpack. Yes, Leonard, it's true. You're from the alternative school. No, Leonard, I'm... Admit it! Huh? What's this? Spot Helperman? What have you done with my dog? That's what I've been trying to tell you, Leonard. I am your dog. No!